イワン・ド・ディグは、ユーゴスラビア・メジュゴリエ出身のクロアチアの男子、プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス29位、ダブルス4位。これまでに ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス8勝を挙げる。身長183センチメートル、体重83キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。なお、 7日の表記は、イヴァン、またはイヴァンがクロアチア語での発音により忠実である。2015年全仏オープン男子ダブルス優勝者。2013年のウィンブルドン選手権男子ダブルス、準優勝。2014年 ATP ワールドツアーファイナル、準優勝。8歳からテニスを始め、2004年にプロに転校。四大大会では2010年全豪オープンで予選を、 勝ち上がり初出場し、1回戦で、第23シードのフアンカルロス・フェレイロを2から6、1から6、6から4、6から1、6から1で破り、初戦を突破した。2011年2月の地元ザグレブ大会で、ツアー初の決勝に進出し、ミヒャエル・ベラーを6、3、6、4で破り初優勝を果たした。6月のヘルトヘンボス大会でも決勝に進出し、 ドミトリー・トゥルスノフに3から6、2から6で敗れ準優勝となった。8月のロジャーズカップでは2回戦で当時、世界ランキング2位のラファエル・ナダルを1から6、7から6、7から6で破る主君を挙げた。2012年2月のデビスカップ1回戦では、ビーンズドームで日本と対戦した。ドディグは、ソエが強しに7から6、6から3、4から6、3から6、 5から7、西堀系に5から7、6から7、3から6で敗れたが、イボカロビッチと組んだダブルスを制してクロアチアは日本に3勝2敗で勝利した。ダブルスではマルセロメロと組全仏オープンとウィンブルドンでベスト8に進出している。7月のロンドン五輪で初めてのオリンピックに出場した。シングルスでは1回戦でフアン・マルティンデル・ポトロに4から6。 1>, 1から6で破れた。マリン・チリッチと組んだダブルスではベスト8に進出している。2013年前後オープン2回戦で、ヤルコニエミネンを6から3、6から7、6から3、6から7、6から1で破り始めて4大大会シングルスの3回戦に進出した。3回戦では、リシャール・ガスケに6から4、3から6、6から7、0から6で破れた。 ウィンブルドンでは初めて4回戦に進出し、ダビド・フェレールに7から6、6から7、1から6、1から6で敗れた。マルセロ・メロと組んだダブルスでは決勝に進出した。決勝でボブ・ブライアンマイク・ブライアン組に6、3、3、6、4、6、4、6で敗れ準優勝となった。メロとのダブルスでは全米オープンと ATP ワールドツアーファイナルでも、 ベスト4に進出し、ダブルスランキングを6位まで上げている。2015年全仏オープン男子ダブルスにて、マルセロ・メロとペアを組み、第3シードで出場。決勝で、ブライアン兄弟に6から7、7から6、7から5で勝利し、グランドスラム初優勝。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。